ということで、今日もね 5.3K の 24fps で撮影しています。はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで、今日は久しぶりにね GoPro Hero 10の、検証動画っていうのを作ってみようと思っていて、先日GoPro Hero 10でも、待望のね 5.3K で 24fps で撮影できるようになってですね、 4K か 5.3K どっちがいいのかっていうのをね検証してみようと思います。っていうのも、あの 4K の場合はローカルトーンマッピングっていう機能がねつくんですけれども、 5.3K の場合つかないんですね。なので、その辺が画質にねどれぐらい影響するのかっていうのをちょっと簡単に今日は検証してみます。ということで、これが 5.3K です。で、これが 4K です。これが 5.3K です。これが 4K です。これが 5.3K です。で、これが 4K です。で、これが 5K です。これが 4K です。これが 5K です。で、これが 4K です。で、これが 5K です。で、これが 4K です。で、これが 5K です。で、さっきと同じところを今 4K で歩いています。これも同じところです。なので、光のね当たり具合とかっていうので見ていただければと。で、これが 5K です。はい、これが 4K です。はい、ということで、今 5.3K で撮影しています。どうでしょう、特にやっぱりこういう影になった時に、やっぱりローカルトーンマッピングとあるかないかっていうのが、大きくなるんじゃないかとも思うんでね、今逆光の中ですね。はい、今 5.3K です。はい、じゃあこっからまた 4K でローカルトーンマッピングね調べてみましょう。はい、で、今 4K ですね。なので、今ローカルトーンマッピングが働いているはずです。こういう逆光の中でね、特にこの顔ね、顔、それがどういう風な感じで出るのかっていうのが結構気になるところ。この辺ね、 4K を使うべきなのか、5.3K を使うべきなのかっていうのは、結構GoPro をね毎日使いしている身としては結構ね重要な問題なんで、じゃあね、今からこのデータを持ち帰ってね、いろいろと見てみようと思います。はい、どうもこんにちは、むかげです。先日の動画でもご紹介したんですけれども、この GoPro Hero 10、僕にとっては本当待望の 5.3K の 24fps での撮影っていうのが、可能になったということで、今日は GoPro Hero 10の 5.3K と 4K の動画っていうのを取り比べてみて、日常使いする上ではね、どちらがいいのかっていうのを検証してみようと思っていて、っていうのも、今回のこの GoPro Hero 10っていうのは、4K と 5.3K で個人的にね、どっちを選ぶかっていうのが迷いどころなんですよ。っていうのも、従来だったら 4K か 5.3K でどちらを選ぶかってなったら、僕はこう迷わず、いわゆる解像度のいい 5.3K っていうのを選んでいたんですが、今回の GoPro Hero 10っていうのはね、ちょっとね、その判断っていうのがそうそう簡単にはできないというか、もちろん 4K と 5.3K を比べると 5.3K の方が解像度っていうのは高いわけなんだけれども、ただこの GoPro Hero 10の場合は、その解像度の高い 5.3K ではなくて、 4K の方にだけついている機能っていうのがあって、それがね、ローカルトーンマッピングっていうものなんですね。で、これね、 GoPro もね、多分このローカルトーンマッピングっていうことに関して公式ではちゃんとアナウンスしてないと思うんですけれども、その存在っていうのはね、 GoPro も認めていて、でもすでにね、そういろんな人も解説したりしていて、僕もね、そういった情報っていうのを拾ってきて、ローカルトーンマッピングがどういうものなのかっていうのは、なんとなくはね、
理解できたつもりなんだけれども、ただまあ実際にそれがまあどういった効果があるのかっていうのが分からないことにはどっちか選べないっていうところがあるんで、というわけで今日はオープニングでね 5.3K と 4K っていうのを取り分けて、今からその映像のブレイクダウンというか、まあ、ちょっと細かいところを見ていくことによって、このローカルトーンマッピングっていうものがどういうものなのかっていうのを見比べてみようと思っていて、ローカルトーンマッピングってどういうものなのかっていうと、簡単に言うとディテールっていうのを際立たせる、そういったまあ機能ということなんですね。画像であったり映像のまあ、ポイントポイント細部っていうので、こう適切な露出であったりだとか適切な設定っていうのをアルゴリズムでこう導き出して、これまで以上にこうディテールの再現性っていうのが高くなったと。で、例えばその GoPro Hero 10になって夜間撮影とかにも強くなったっていうふうに言われているのは、このローカルトーンマッピングが作用しているっていうふうに言われているんですね。これまで GoPro がこう夜間撮影に弱かった理由っていうのは、その辺のこうディテール関係でこうノイズが出てしまうっていうところだったんで、その点もね、こういったこうローカルトーンマッピングが導入されたことによって、今日のこう検証データっていうのは昼間なんですけれども、昼間撮影した素材を見る限り、映像っていうのを引いた形でこう全体を見る限りにおいてはその違いっていうのは分からなかったんですけれども、これがね、こうディテールをね見ていくと、だいぶねこのローカルトーンマッピングの効果っていうのが理解できたんで、今からねちょっとそちらの方をブレイクダウンしていこうと思います。はい、ということでね、今ご覧いただいているのがオープニングの映像のこうタイムラインなんです。引いてね見比べている限りにおいては、正直 5.3K も 4K も違いっていうのがよくわからないわけですよ。わかんないじゃないですか、こんなの。これが 5.3K です、 4K です。例えばこのねカラーページ、この辺のこのパレードっていうのを見比べてみても、実際にはそんなに大きな差っていうのはないんですよ。 5.3K と 4K でも若干こう 4K の方がね、HDR 的というか、ダイナミックレンジが広い映像になっているかとも言えるとは思うんですけれども、ただこの辺のね数値っていうのはこう本当こう微妙なところなんで、見ている分にはよくわからないんですね。なんだけれども、この細部ね、このようにこうぐーっとアップしていきます。このぐらいのアップで今こう映っているのは 5.3K なんですけれども、 5.3K とこれが 4K、 これわかりますかね。もうこれ結構明確じゃないですか。これこっち 4K ですよ、こっち 4K。 この葉っぱのところをねよく見ていただきたいんですよ。これ 5.3K です、今ね映っているの。それが 4K になると、このようにもう明らかにこの辺のこう一枚一枚の葉っぱのコントラストっていうのは 4K の方が明確なんですよ。実際これだけこうディテールのコントラストが違うっていうことは、かなりね印象的にも変わってくるはずなんですよ。今のこの映像っていうのはどちらも同じ設定で撮影して、でなおかつどちらもこう取って出しの映像なんで、何もこう手は加えていないものなんですけれども、かなりこう細部でのコントラストっていうのが変わってくるんですね。でもなんだけれども、じゃあローカルトーンマッピングがついている 4K の方を選べばいいのかっていうと、問題はねそう簡単ではなくて、この辺のこう映像っていうのを見比べてみると分かるんですけれども、これ今 5.3K です。でこれが 4K、 葉っぱのコントラストとかっていうのは 4K の方があるんだけれども、その分ねやっぱりねちょっとねのっぺりとしてくるんですよ。ここの部分とかを見ていただくと、4K の方はローカルトーンマッピングが働いているっていうこともあって、コントラストは強いんだけれども、その分ねのぺーっとね潰れちゃってるような印象なんですね。なんだけれども、これまあ 5.3K なんですけれども、 5.3K はその辺からコントラストが薄い分ね、全体としての自然さ綺麗さっていうのでは 5.3K の方があるような気がするんですよね。例えばやっぱり木の葉っぱのところもそうですけれども、確かにこの細部のコントラストっていうのは明確になっていることは間違いないんだけれども、なんだけれどもその結果結構ね 4K の方はこれだけやっぱり拡大すると結構こう潰れてしまっているっていう風な印象で、こうやってこう引いてみると分かんないんだけれども、結構こうぐーっとこうクローズアップしてみると、この辺両者の傾向っていうのにだいぶこう違いが出てくるというか、ローカルトーンマッピングのある 4K の方っていうのはこうかなりこうディテールのコントラストっていうのは強くなってこう際立つ分潰れてしまう傾向にあって、ただその一方 5.3K っていうのは細部のコントラストっていうのはそこまで強くない分、これだけこう拡大しても結構こう見れる絵になっているっていう風な印象なんですね。で他の映像っていうのを見比べてみても、これまあ 5.3K でこっちが 4K、 ほとんど同じショットなんで、この辺例えばこうカラーで見てみると、この映像なんかは結構カラーで見るとよく違いが分かるんですけれども、やっぱり 4K の方がね
HDR 的なんですよ。ハイライトもシャドウ部分っていうのも、あの 5.3K よりも広がっているっていう風な印象なんですね。で、これをまあちょっとこう拡大してみるとね、ぐーっと、これが 5.3K で、これが 4K なんですよ。やっぱり印象が変わってきますよね。ここまでやっぱりクローズアップすると、だいぶこう印象が変わってきますよね。やっぱ 4K の方が細部は際立ってるんですよね。このようにさらにそこからアップすると、こんな感じでこっちが 5.3K でこっちが 4K っていうことで、もう 4K の方はなんかもうあの模様みたいになってますよね。あのコントラストが強くなりすぎた結果。その一方で 5.3K の方はまだコントラストが薄い分、あの細かな情報っていうのが残っているっていう風な印象なんですね。こうやってこう見比べてみて思ったのは、やっぱり 4K の方は確かにこうディテールっていうのはあの際立っては見えるんだけれども、ちょっとねこうやって拡大してみると 4K の方がやっぱうるさく感じちゃうんですよね。いわゆるこうデジタルルックというか、あのそういう印象っていうのがあの 4K からこれだけ拡大すると、感じますね。あの確かにディテールのコントラストっていうのはやっぱり 4K の方が一つ一つが際立って見えるんだけれども、なんだけれどもそれはやっぱりこう解像感だとか、あの映像の綺麗さとはまたちょっとこう違ったところかなっていう感じで、やっぱりなんか細部を見てみると個人的には 5.3K の方があの全体的に綺麗なんじゃないのかなというふうな印象で、あの 4K の方のローカルトーンマッピングっていうのは確かにこう 5.3K と比べるとね、草だとか葉っぱのこう違いっていうのが明瞭には映っているんだけれども、その分やっぱりコントラストが高くなることによって、なんかこうディテールがちょっとこう潰れているような印象にもなるんで、この辺ね本当に拡大してやっと分かるようなね小さな違いではあるんですけれども、個人的には昼間はやっぱり 5.3K を使っていこうかなというふうに今回の検証では思いました。ただ今回思ったのは、昼間じゃなくて夕方にやった方がこの比較っていうのはあの違いっていうのがもっとはっきりと出るのかなというふうに思ったんで、またねちょっと今度機会を見つけて、あの日が暮れ始めているね夕暮れ時ぐらいにこの 5.3K と 4K の比較っていうのももう一回ちょっとやってみようかなというふうに思っています。この辺のこのローカルトーンマッピングとかっていうのも、あの GoPro もね公式でね、どういう設定にしたらこのローカルトーンマッピングっていうのが働いて、あのどういった設定ではあの働きませんよみたいなのっていうのをね、ちゃんとね公表してもらいたいんですけれども、まあ、今のところ 5.3K ではローカルトーンマッピングっていうのは載っていなくて、 4K で撮影する分、 4K30 までかな、 4K の24か30で撮影する分には効果があるっていうことで、まあ、実際ね 5.3K と 4K っていうので取り比べてみると、ディテールでの差っていうのは結構はっきりと出たんで、まあ、その辺がねローカルトーンマッピングの影響だろうというふうに思います。はい、ということでね、今日本当久しぶりにこの GoPro Hero 10のこうニッチな検証をしてみましたけれども、またね同じような検証、特にまあ夕方でねやってみようと思いますので、もし聞いていただきましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。